水色、少数、青色、大半茶字が大語の文章大語は、太陽国の公用語。短縮型は、大荷大語族かむ、大語派に属する。大荷大語族は、シナチベット語族に属するとされてきたが、独立した語族であるとするのが通説である。欧米の学者を中心に、大荷大語族を、オーストロネシア語族と合わせる説や、さらにオーストロアジア語族を呼び、 やおやお族とも合わせる説もある。協議では中央方言を指す。中央方言の中でもアユタヤ県地方の方言をベースにした標準対語が文章やメディア、式典などで用いられる。ここではこの標準対語を協議の対語として記述する。なお、標準対語とアユタヤ県の庶民の言語には日本語で言う、標準語と東京方言程度の違いがある。イ語と ラオス語は互いに方言関係にあり、純粋言語学的には同一言語の地域編集と言える。しかし、タイ語とラオス語はそれぞれ別国家の公用語と位置づけられ、また、タイ人とラオス人の間には同型の意識はあっても同じ民族という意識がなく、使用する文字も異なるため、タイ語とラオス語は政治的、社会言語学的には別言語とされている。とりわけ、 ラオスでは、タイからの政治的、文化的影響力を遮断し、国家の自立を守るため、意図的にラオス語のタイ語からの分離を歌うプロパガンダを作り上げてきた歴史がある。タイ東北部で使用されているイーサーン語はラオス語との共通点が比較的多く、ラオス語と大体意思疎通が可能である。また、タイ標準語とイーサーン語の違いも小さく、 イーサーン地方以外の地域のタイ人であっても、おおむねイーサーン語を理解する。それは、東京の人が大阪弁を聞いてもおおむね理解し、通訳や字幕役を必要としないのと同じである。イーサーン語は、標準タイ語の影響が強まっており、似てはいてもイーサーン語とラオス語は同じではない。ラオス人の多くはタイ語のテレビ、映画コンテンツを翻訳なしで子供の頃から見ており、逆に、 ラオス語のものはほとんど見ることがない。そのため、ラオス人の多くは特にタイ語の教育を受けていなくてもかなり上手にタイ語を話せる。ラオスの首都ビエンチャンなどの都市部ではタイ文字を読めるラオス人もいる。イーサーン語が標準タイ語化してきているのと同様に、ラオス語の口語もタイからの文化流入によりタイ語化してきている。文法上は 孤立語に分類される。サンスクリット語、パーリ語からの借用語が多く、続いて、英語、クメール語、モンゴ、ミャンマー語、中国語、マレー語、日本語からの借用語が多数あり、外来語はタイ語の語彙の総数の3分の2を占めるとも言われる。タイ語は成長言語であり、標準タイ語では5つの成長を持つ。日本語話者がタイ語を習得する場合、監視がない。 動詞が変化しないなど文法は容易であるが、発音が大きく異なるため、タイ語を少し習得した日本人がどうして通じないのかといった体験をすることが多い。これは日本語で区別のないシーンが異なっている、L と R、有機音と無機音成長母音のうち二つ以上が正しくない場合が大半である。また、日本で使われるタイ語もほとんどなく、スープの トムヤム君も正しく発音しないと現地では通じない。タイ語の文字はインド系の表音文字を用い、左から右へ横書きする。基本的にタイ語で文字とは、真字のことを指し、真字は42文字存在する。この真字の上下左右に母音を表す母音符号をつけ、真字と母音符号の組み合わせで発音を表記する。さらに、成長のパターンを表す。 成長記号を新印字の上につける。タイ語で文章を書く際は、英語のように単語の分かち書きはせず、すべてつなげて書くこととなる。また必要に応じて、適当なところで間隔を空ける。また、新印字には3種類あり、ここでは高級ーンあざ、中級ーンあざ、低級ーン時として区別しておく。このーン時の種類は、それを頭死因とする語や、 音節の成長を決定する重要な要素となる。最も数が多いのが低級心事なので、高級心員あざ、中級心事をしっかり覚えておいて、それ以外は低級心事と考えればよい。中級あざ、高級あざ、低級あざ、こんにちはにあたる言語として、などがある。この他時間によって、アルンサワットなどがあるが、ハリウッド映画の俳優のセリフで、グッドモーニング、 軍内の訳語として使われるのが普通で、日常会話には出てこない。ちなみに、この語は近代になってから、サンスクリット語のスワシティをもじって作った人造語で、タイのみで使われるため、諸外国の対処語が使用される地域では使われない。さようならにあたる言葉も通常はでよい。ただし、あまり合わないことが予想される相手、あるいは旅行に出る相手などには、グッドラックの訳語である、 がよく使われる。子供の間では、バイバイが使われる。お休みは、タイ人は優秀習慣がなかったが、近年、軍内の訳語として、お使う機会が増えた。また、恋人同士などでは、スイートドリームの訳語が使われることもある。ありがとうは、サンキューの訳語が使われる。明らかな目下に対しては、が使われることがある。また、は、イーサーン語。 ラオス語においては、と同意である。ごめんなさいは、ソーリーの訳語が使われる。目上の人に話す場合など、丁寧さを表現する際、男性なら、女性なら、をつける。目上の人や、偉い人に対して、これをつけないとぶっきらぼうな物言いに聞こえる。就職語が、高知就職になる以外は中国語と非常によく似た、性格を持つ。実は、上代中国語も、 同じ就職後コーチをしばしば言った。例えば、カド行は行のカド草ク田はク田の草という意味になる。また、車一乗、馬二匹と数えることもあった。そして大語では、形容詞と動詞との間の違いが曖昧でどちらも他の語を伴わずに助動詞を伴うことができ、他の語を伴わずに名詞を就職することができる。また、動詞、形容詞は、 他の語を伴うこともあるが、基本的にはそのまま名詞として扱うことができる。また名詞も、就職語として他の語を伴うこともあるが、基本的にはそのまま利用できる。語彙が中国語と同じく少ないので熟語が多い。学校へ行ってくる、本を持って行くなど、来る、行くを表す、助動詞的な語をつけて、ニュアンスを変える、ヨーロッパ言語ではあまり見られない方法がよく見られる。時制には、 あまり厳しくなく、で完了、で過去、で未来を表すが、あまり気にせずに使われる。公文としてが一般的である。主語は省略されることもある。上の公文の括弧内は必要に応じて加えられる。形容詞が動詞にも名詞にもなり得るため、語順は絶対的だが、統治表現もよく使われる。一方のように主語と述語における。 術語部がさらに主語と術語に分かれるような、中国語や日本語には見られるが、ヨーロッパ言語には見られない公文もある。タイ語の成長は5つである。各成長のタイ語名は、1から4までの数値を表す単語を当てており、中間の1の音程だけは数値を当てず、水安サーマンと呼ばれる。日本人向けのタイ語教本の多くはタイ語の成長名を無視し独自に、 各成長に1から5までの数値を当てていることが多いがその番号の振り方は統一されていない。タイ文字には成長記号があるが、それは成長の種類を直接表すものではなく、などによって成長は変わる。タイ文字から成長を割り出すルールは複雑で例外などもあり、何が正解なのかはっきり定義されていないため、タイ文字から成長を求めることは難しい。 タイ人から見て、外国人向けのタイ語教本には、成長記号付きの発音記号が載っているものがあるが、成長に対する考えが違うため、各教本間で成長は統一されていない。以下がタイ語の各成長である。タイ国内には以下の方言、グループ語がある。タイ文字の記述方法が複雑であるため、タイ語では複雑なコンピュータ処理を必要とする。タイ文字は、 死因と母音に分かれた表音文字であるが母音の位置が子音に対して上下左右の4方向あり上部に記号を複数縦方向に書くこともある縦方向にも母音と記号が伸びるためまさしく大文字を表示させるには上下に十分なスペースが必要である上下方向に 十分なスペースを取るには、ラテン文字や漢字などの文字の2行から3行分が必要であるが、文章によっては、必ずしも上下方向に文字が伸びるとも限らず、伸びても一部の文字だけである。最初は、上下方向に少ない領域を取り、上下方向に伸びた場合、上下の領域が広がるという処理をしているアプリケーションもあるが、こういう複雑な処理をしているアプリケーションは少ない。 そのため、コンピュータの表示では上部、または下部が欠けて見えない場合がある。i.e. 文字ら Firefox などのウェブブラウザの一行入力欄でも、対文字の下部が欠けて見えないなどの問題が起こる。キーボード入力は、直接その文字に対応するキーを打つ方式を取っているが、文字数が多く、シフトキーを対応するため慣れるのには、時間がかかる。 日本語のマイクロソフト ime や ATOC のようなインプットメソッドがタイ語にもあれば便利だという意見もあるが少なくともマイクロソフトはそのような機能をサポートしておらず現状はおそらく存在しない上下にも文字が伸びるため内部表現における順序の統一やカーソル位置の処理も難しい上下に複数の母音成長等の記号が伸びる場合打つ順番が違うと 表示上は同じになるにもかかわらず内部表現上でのコードの配列順序が異なることがある。この場合、同じ単語、同じ表示であるのに内部表現が異なるため、カーソルがユーザーの意図と異なる動きをしたり、検索や置換などの処理が困難になる場合がある。最近では、シーン、母音、その他補助記号が順序通りに並べられないと正しく表示されないように、 なっているプログラムもあるが、すべてのプログラムで統一されているわけではない。このように、タイ語は、コンピューター処理では発展途上である。文字に似た共通点のある、ラオス語、カンボジア語も同様の問題を持っている。また、タイ文字は、単語と単語の間にスペースを入れないために、自動的に単語の終わりで改行させることが困難である。文章作成ソフトウェアでは、辞書を用いたり、 文法解析を行って、ワードラップを行っている。より簡易的には、ゼロ、ウィズススペースという制御文字を単語間に入れておく方法も用いられる。なお、ユニコード以前から、対抗業企画の文字コード TIS-620 が広く使われてきた。これをサポートする代表的な対語、ワードプロセッサソフトとして、チュラーロンコーン大学で開発された CU ライターがあり、 マイクロソフトオフィス登場以前には最もよく使われていたワープロソフトであった。ありがとうございます。